バレーボールイスラエル女子代表はバレーボールの国際大会や親善試合で編成されるイスラエルの女子バレーボールナショナルチームである。管理はイスラエルバレーボール協会。イスラエルは地理的にはアジアに位置するがバレーボール以外のスポーツナショナルチームと同様にヨーロッパ連盟に所属している。これまでの最高成績は2010年に トルコで開催されたヨーロッパリーグの4位である。2010年9月11日、アウェーでベラルーシに2-3と敗れた後、ホームで3から1で勝利するとともに、実に39年ぶりとなるヨーロッパ選手権の出場権を獲得した。イスラエル建国前にはバレーボールは女子国内選手権が行われるなどポピュラーなスポーツの一つであった。1948年に、 パレスチナ紛争が勃発すると戦場の軍隊を援助するために他のスポーツと同様に一斉に中断された。イスラエル代表がメジャー国際大会のヒノキ部隊に初登場したのは1956年にフランスで開催された第2回世界選手権である。この大会ではソビエト連邦、アメリカ合衆国、ルクセンブルクと同組となった。 シングルラウンドロビンのリーグ戦を行い3位となり、11位から17位、決定戦に回り、最終順位は14位であった。ちなみに、ソビエト連邦がこの大会を制している。1967年に、イスラエル代表は、トルコのイスタンブールで開催されたヨーロッパ選手権に初出場した。予選ラウンドでは、トルコ、スウェーデン、ブルガリアと同組となり、トルコにつく2位で、 ファイナルラウンドに進出した。ファイナルラウンドでは2勝7敗で8位となった。4年後の1971年にイタリアのミラノで行われたヨーロッパ選手権に連続出場を果たす。予選ラウンドでハンガリー、イングランドと同組となり2位で予選を通過。7から12位決定戦に進出したイスラエルチームは11位となった。 この数年来イスラエル女子バレーボール代表チームの躍進は国内の他スポーツチームのロールモデルとされた。監督にアリー・セリンジャーが復帰してから代表チームはプロジェクト・セリンジャーと呼ばれた。このプロジェクトは2012年のロンドンオリンピック出場を目標に2007年夏に指導した。特別なトレーニングがチームメンバーに課されチームは進化を遂げていく。 2010年春、イスラエル代表は2011年、ヨーロッパ選手権予選に出場し、ウクライナ、イギリス、スロバキアと共に C 組に入った。C 組では4勝2敗で2位となり、一気に予選突破はならず、ベラルーシとのプレイオフに回った。2010年9月4日に、アウェーのミンスクで行われた、プレイオフ初戦に2から3のフルセット負けで赤敗。 プレイオフ第2戦は1週間後に、ホームのラー7で1500人の観客を集めて、行われ、見事に3から1で勝利した。ヨーロッパ選手権は前回出場から数えて、実に39年ぶりの出場である。イスラエル代表は2010年6月に2010年バレーボール女子、欧州リーグに初県山し、トルコ、スペイン、ギリシャと共に B 組となった。 この組を2位で通過したイスラエル代表は、同年7月にトルコのアンカラで行われた欧州リーグ決勝ラウンドに負を進めた。決勝ラウンドではセルビアに0の3、トルコにも0の3で敗戦したが、同リーグで4位となった。これは、あらゆる国際大会を含めてもイスラエル代表の最高成績である。ありがとうございます。